ピーコのチャンネル。このチャンネルではバンライフで日本一周をしながら日本のうまいを世界へ発信しています。興味のある方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。それではどうぞ。塩ベースだね。で、あっさりなんだけども結構油がしっかりしてっから男性好きな感じの、柚子が少し風味が効いててね、アクセントもいい感じ。うまから、うまからです。わでか。当然のさっぱりしてんだよね。後味ヤンバルピクルスをたっぷり使ったソースが特徴らしいです。アンダギーからですか。これは紅芋のアンダギーです。はい、いってらっしゃい。あったかい、あったかい、おひょー、紅芋だ。タピオカ粉、うん、うまっ、うまい、うまい、うまい、ほんと、うん、うまい、うまっ、めっちゃうまい。どんな感じ？重たい。わ、舌がめっちゃミートですね。うん。どう？うまい。うまい？うん。あ、ソース辛い。うまい。ボリュームがすごいよね。ボリュームすごいね。700円ですよ。いや、めっちゃ美味しそうじゃないですか。めっちゃうまそう。ミディアムだけど結構レアめですね。そうだね、ミディアムレアな。いきます。
ターがね、サバーオニオンなのさ。そう、さっぱりしてる。やっぱりいろんな麺焼いてるだけあって、ちょっと硬い、そっちの方が。うん、サラダとスープもついてあったら、ちょっとお得な気してったわ。ピーコは、空港から考えられないぐらいあっさりの醤油ラーメン。めっちゃうまっ、ね、キムチとニンニクが効いてて、なんかさ、ちょっとビビンバっぽい雰囲気を彷彿させるまずさだね。うわぁ、うまそう。うまっ。米の量。そうね。出ます。テンダーロイン。半分にして。うまっ。柔らかさが違う。見てください、海ぶどうたっぷり。もちもち、しっかりバジル練り込まれてて、野菜もすっとなんだよね。無農薬栽培を行った小麦の麺を使用。体に良さそう。
まほろほろのお肉が入ってて辛くないけど旨味がしっかり出てる感じ。うん、うまいうまい、うん、イチゴしてなくて逆になんかさっぱり。ピコは学生時代にお母さんが作ってくれたらテンション上がるよね、うん、お弁当とかに持ってきたいな。想像と違う味、うん、結構肉厚でジューシーなんだよね。で、皮の香りがね、少し甲殻類っぽい匂いがする。
か？めっちゃ違う。うまっ。そっちの方が大きな味？ヒラメみたい。うん。どことなくやっぱ今まで食べてきた白身魚よりもジューシーだよ。めちゃくちゃ腹いっぱいになるね。なった。それです。ここまでご視聴いただきありがとうございます。次回ピーコボチャンネル日本一周30軒目福岡県に突入、お楽しみに。いつも YouTube をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。気になる商品 SNS 各種僕たちのオンラインショップはぜひ概要欄からチェックお願いします。前上向いてGo My Way、ここでした。